ののチャンネル。続いての質問、はい、ソラン5555さんですね。ののさんに質問です、はい、チェアマンとしてやりたいことをサッカーという作品を見せたいという趣旨の発言をしていたように思いますが、はい、具体的にはどういうイメージですか？だから最高のものっていうか最上級のものはさ、例えばじゃあ日本にあるなら5万人のスタジアムに5万人の人が来て、かつそこは日本で最も高いレベルのサッカーが繰り広げられて、食べ物も美味しいし見やすいしトイレも混まないしとか、まあ、いろんなもので、で両チームのゴール裏のサポーターがもう圧倒的な空気を作ってくれて、かつ面白かったなこのゲームっていうものが見せられた時でね。でそれはまあ日本における、まあ、世界でもそうなんだけど最高のものなのかもしれない。だけどそれはじゃあ J1 じゃなきゃできないかっていうと多分そうじゃないと思うのよ。で J2 とか J3 とか、まあ、地域の地方のクラブであってもスタジアムのキャパは5000かもしれないけど、5000人満員でその人たちが本当に熱量とか愛情を持ってその試合を応援したり見てたりする。でそんな空気だと多分選手も本当にやるのね。だからじゃあお客さんが5000人ですと、2万人のスタジアムに5000人ですと、5000人のスタジアムに5000人ですはこっちの方が多分いいものに見えるし選手もそう感じると思う。だからそんなものがそれぞれの地域でまだ実力とかいろんなものが違うけど、でも地域地域でクラブクラブでいいものできるはずじゃない、そんなイメージかな。それを作り続けていくと、よくさサッカーのレベルを上げるためにとかでいろいろ聞かれるじゃない、何すればいいのか、まあ、いろいろ当然考えるわけです。いろいろな別の方法もいろいろあるのかもしれないけど、でもそのいい作品の中でプレーする選手は多分伸びると思うよ。見られてる感とあの空気感でやっぱりあと一歩寄せる、走る、戦うっていうことは絶対できるようになると思う。だからすごくそれがもしかすると一番じゃあ J リーグのレベルを上げるとかっていう時に外からすごい選手が来るのももちろんあるんだけど、ベーシックな部分ではそのいい作品の中でプレーする回数が増えるとレベル上がっていくんじゃないかなと思う。ののチャンネル。唐揚げゴールさん、はい、J リーグは今年から J リーグのスタジアム内の動画の SNS 配信について試合中以外の部分であれば、投稿 OK としました。なので今年から J リーグ系 YouTuber の動画も盛んになったように感じますと。さらに踏み込んで試合中の動画についても短時間、例えば最大3分などなら OK というふうにさらに緩和していただくことは可能なのでしょうか？短時間の動画も OK となれば SNS 上での J リーグももっと盛り上がると思います。どうなの？僕に質問ですか？試合中の動画が OK にしたところでどれだけ広がるのかっていうのは一度冷静に考えておくんですね。試合中の動画を OK にするとなると結構な調整が必要じゃないですか、権利回りとか。それはそうです、はい、それを調整してまでこれをやるとすごく伸びるんだっていうところとやっぱバランスなんじゃないのかなと。でもこ のガイドライン今年から運用してるんですけど、この結果本当にこのガイドラインの範囲内で作られたちゃんと動画っていうのは結構増えてて、うん、例えば今まで YouTube で J リーグ観戦とか、コンサドーレ札幌観戦とか検索してもあまり観戦動画ってほとんどなかったんです。当然のことながらダメだったから。でもそういう動画が本当 YouTube に増えてて。でもさ前から結構あるんじゃない？多少あった。本当それはルールを無視してたんです。そういうこと。そうそうルール。俺なんかよく見てたよ。多少あった。でもそれは本当ダメだったんです。ダメだったの、うん、ダメです。もちろんダメだった。ダメだった。でも今年から OK にしたことによって一気に広がって、だから結構いろんな方が観戦の楽しい様子を収めて Vlog 系の動画を上げてくださってて、はい、観戦の楽しい様子っていうのはその自分の楽しんでる様子。そうです。今日はここ来ましたとか、スタグルこれですとか、イエーイ。あれはじゃあサポーターがこうちゃんと歌ってるとか盛り上がってる様子とかは、はい、OK。 昔はダメ。昔は今年から OK と。そうです、今年の開幕から OK にしたんです。これでも何年か前のいいやつとかいっぱいあるよね。それはあるけどダメなんです。ダメなんです。ダメだ。
ダメなんだよ。ダメだけど、でもやっちゃってた方がいらっしゃって、うん、そうか。でも今はもうオープンに OK になってるんで、そのプレーの映像が載ってなければいいの？試合中であっても、はい、試合中であってもプレーが載ってなければ大丈夫です。そのピッチ上のあるあそこが載ってなければ大丈夫だ。試合中であってもちゃんととかは OK、 喜んでる自分とかは OK。 あれね、いいんだよ。でもサポーターがすげえ声出して応援してくれてる映像とか、ダメだったのかもしれないけど、俺何回も見るもん。そうですか。え、な、いつ？いや、だからクラブやってる時とか。マジですか？うん。なんで見るんですか？嬉しくて。それを見て喜んでたんですか？泣く時もあるぐらい嬉しいっていうか、なんだろうな、やっぱクラブとかやってたらそんなに一生懸命応援してくれて喜んでくれる人たちいるんだっていうのは多分めちゃくちゃ嬉しいと思う。それ選手も同じで、よく見てますよ。あ、でも今の話で本当コロナ、その声出し応援 OK になったじゃないですか、うん、そこで初めて自分のちゃんと聞くっていう選手を。そうだよ、2年間ね。それが何人かいらっしゃって感動したってみんな言ってましたよね、うん、感動するよ。ましてやね、聞いたことなかった子が、選手がね、初めてでしょ。それは確かに目にしました、そうやって言ってる選手。いや、まさか野間さんがそういうの見てらっしゃったとは。ダメなやつ見てました、だから。今は OK。 今は OK だけど。すごい増えてますから。でも、だから俺見てるのとか多分昔のやつだから。ダメだった頃ね。ダメだった頃のやつでしょ。でもそれ見て、勇気づけられてました。野のチャンネル。これはカズさんのツイートです。現在キング、いや、キングじゃないと思います。キングじゃない。カズさんのツイートです。はい、現在は交代枠が3人から5人に増えていますが、うんうん、来シーズン以降も各試合のエントリー人数は18人のままなのでしょうか。脳震盪の疑いによる交代の運用もありますし、試合中の戦術的な幅を広げ、試合内容をさらに面白くするためにもエントリー人数を増やすべきではないかと感じております。うん、それも全然あるかな。あるというか考え方としては、そのね、今キングカズさんがカズさんが言ってくれたような考え方は全然あると思うよ。あると思うけど、一方でなんていうかな、じゃあ23人にしなさいって言った時に、まあ、J1 は大丈夫かもしれないけど、例えば J2、J3 でまだまだ小さなクラブで経費とか含めて、まあ大変なところはあるわけよ。5人増えて5人遠征に連れて行かなきゃいけなくなるんじゃない？そうすると多分少なくともさ、50万から100万ぐらいはかかるとか、それができないのはあなたたちのせいでしょっていう風な言い方もできるけど、だからなんかこうみんなでそれを合意するみたいなことができれば、まあ、あとはその FIFA のルール的にどうなのかとかっていうようなことも含めてできれば、まあ、それはそれでいいのかなとも思ったりはするけど、18人って昔15人16人だっけ、はい、で1チームだいたい30人ぐらいスカッと選手いて、そこに入るかどうかっていこうね、入らなかった選手をどうマネジメントするかみたいなところは、もしかすると23になった方がやりやすくなるかもしれないよね。これ選手の立場ではどうなんですか？エントリー可能人数が増えた方が自分が入る可能性が増えるから、高くなるからいいよって考えるんですかね、やっぱり。立ち位置によるだろうけど、そう思う人もいるんじゃない？だからさっきの話じゃないけど、逆に23になったのに俺入れてねえのかよっていう選手のね、マネジメントをどうするかみたいなことも含めて、まあそこはね、現場の能力というか力だったりするのかもしれない。でまたね、俺は経営的に大変になるところは増えると思う。それだとする、だって俺コンサドーレの一番最初の頃とかアウェイに18人連れてかないことありましたよ。経済的な面で、もちろん経済的にちょっと大変だから、力がないクラブだからしょうがなかったんだけど、昔はね、昔はっていうか、だもう金もないし、100万かかってとかさ、何十万増えてってなったらちょっと無理だっていうのとか全然あったよ。情けない感じではあるけどね。
でもそれが23人にしなきゃいけないってなったら結構コストは増えるからね。勝利球とかも増えるわけじゃん。勝利球って、うん、どこまでが対象になるんですか選手は。いや、まあ、割合によるけど帯同した選手はみんな一定レベルの勝利球をもらえるんじゃない。まあ、今だから出場勝利球みたいな感じだろうから45分以上出れば満額じゃない。で45分未満だと半分とかベンチだけならナンパみたいな感じじゃなかったか。だからそれはさ絶対勝ったら23人だったら増えるでしょ。なんかいろんなことは副作用というかそのいい意味での副作用も含めていろんなのはあるのかなとは思うけど。ののチャンネル、これは BBC さんってフットボール委員会自体がコンテンツになりそうですね、うん、ぜひ議事録オア会議動画出してほしいです。これは僕も思ったな。議事録ぐらいならいいんじゃない。お会議動画とか多分無理だと思うこれ、ね、もうねこういうのってさ、まあ、ほらこの会議録画して見せますったらもうみんな全然喋んなくなっちゃうああいうのはこう本当に思ってることを言ってもらわないとあんまり意味がないから、ね、コンテンツになるってなったらもう一気にちょっと壁ができちゃいますよね。と思うな。もう昨日もちょうどさやっていて、うん、俺はちょっと冒頭の1時間ぐらいしか出れなかったけど、うん、面白いよ面白いですか。もう言いたいことを言いたい放題。いいよね、サッカー的な観点から言ってくれればいいっていう話だから。ののチャンネル、ひろしテンフレッチェさんからいただきました。これはこの前の動画に対してのコメントですね。サッカーやってきた人たちはある程度理不尽さを受け入れてサッカーをやってきたっていうのは本当にそうだと思いますと、うん、VAR 入れたところで完璧なジャッジにはならないというのも本当共感ですねっていうご意見いただいてますね。はい、僕もこれは刺さりました結構。いや本当そうだなって。なんかやってたあがき。もう今もやってます。あそうだやってるな。この間鼻骨折したもん、ね、社会人リーグで一応やってるんで。なん本当これは本当そうだなって思いました。サッカーやってるとサッカーがさ教えてくれることの一つじゃない、はい、でもそれももうさダメなのかな。どういうのですか。いやだから理不尽なことはもう受け入れないみたいな世の中になってきてる。それがサッカーですもんね。サッカーはね、はい、そうだったと思うよ。それがあのピッチ上で行われてることなんですもんね。だ選手監督みんなそれをなんか絶対経験してる。もう全然そうって言ってももう PK なんだからもう次行くしかないでしょっていうね。それで 0-1 になってもね、はい、どう勝つかを考えるわけでしょ。終わったら終わったでね。それで負けたらさもうね、文句も言いたくなるけど言っても変わんないしね。ののさんに伝えたいことや聞いてみたいこと番組の感想などはハッシュタグののチャンネルをつけて SNS に投稿してください。また J リーグ公式サイト jliegu.jp のお問い合わせフォームからも受け付けております。この YouTube の動画のコメント欄にも投稿でも結構です。たくさんのお便りお待ちしております。